皆さんおはようございます。おはようございます。水羊羹文化愛好家のマイク横浜です。今シーズン3回目、通算38回目の水羊羹食べ比べ会となりました。今日はいろんなメーカー15種類用意してやってるんですけども、今日はその38回の中で一番標高の高い会場です。標高 100m、 阿蘇山の中腹、三軒茶屋の一角、新し屋さんの2階特別広間を貸し切っての開催です。じゃあちょっとここのお店を提供してくれた新し屋さんから一言お願いします。どうぞこちらへどうぞ。すいません、そうビデオ撮りの関係で座ってくださいね。はい、どうぞ。なかなか苦手なんですけど、今日どうもお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。新し屋、5代目の店主になります、新谷と申します。当店はですね、ペリー来航の年1853年から開業しておりまして、いろいろ経って167年目になりま す, です、ね、その前はちょっと古地図が残ってないので分かんないんですけど、ペリー来航の年の江戸の古地図、あ、福井の古地図にうちの屋号がありました。で、通年ですね、ここで営業させていただいてますので、本来ならば今の時期は雪が1メートルぐらい積もって皆さんなかなかお越しいただけないんですけど、その中でも頑張って来ていただけるお客様のために、通年でお店を開けております。で、阿蘇山というのは昔はその遊郭がありまして、ここはその遊郭で遊んだ方が食事をなさる場所だったらしいです。で、当時はその田楽といいまして豆腐を刺して焼いて味噌をと、あとおでんですね、味噌おでんを出したということを伝え聞いております。で、うちがその一番最初にその料理を出して提供したということらしいです。私は見てきたわけじゃないのでわからないですけど、今日はすいません、汚いところですけども、ごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。ということで、オープニングトークに最初の挨拶を挟ませていただきました。私も知らない歴史がふつふつふつと流れている中に、私たちはこの2階大広間にいるという非常にありがたい空間だなと思います。さて、今日は水羊羹いろいろ集めたんですけど、ちょっと紙1枚もらっていいですか。私、水羊羹文化愛好家として水羊羹を3つに分類していると。で、3つに分類しているっていうと、例えば甘さのきついのと薄いのと普通とかって分けてると思われがちですけど、私のポイントはそこではなくて、パッケージデザインです。どのような箱に入ってるかと。これね、例えばいちごショートケーキってどの店でも和菓子屋さんじゃなくて洋菓子屋さん出すじゃないですか。そうすると白いケースに入れてくれるんですね、大抵ね。でも水羊羹っていうのはこの一枚流しという技が先々代の江川さんが始めて以来、この一つの箱で完結して製造、販売、飲食、保存まで一つの容器でやってるというのがこの特徴なわけです。その辺がね、他のお菓子とはね全く違う点だなと。それに唯一近いのがプリンかなと思うぐらいで、でもプリンのケースとかそんなに凝らないじゃないですか。でも水羊羹っていうのはこのようにいろんなパッケージデザインがあって、それぞれお店の個性があるという中で、私は3つに分けたんですね。どうやって分けたか、まず一番多いっていうか販売量が多いこの江川さんが赤なんですね。ですから赤系のパッケージというのが一番多いように思うんですけども、メーカーとしては実は少ないです。で、赤系の江川さんで、これ見たことありますかね、小豆粒入りっていう、同じパッケージに見える人いるんですけど、これよく見るとね違うんですよ。わかります？のしに小豆って書いてあって、のしが白いのは小豆入ってないけども、輸送用にラミネートとかパッケージになってるのはここが白いのしなんですね。で、のしがないのは食べる用だから液だれします。で、これは輸送用のやつなんで液だれしません。それが違いです。で、一応江川さん2種類、本来3種類あるんですけど、フルパッケージ、ハーフパッケージは半分ジョークでこうやってキティちゃんになってます。で、これはハーフサイズの代表として一つ持ってきたんですけど、またいろいろ説明させていただきます。
で次に赤系ではこの久保田、これ多分ね福井でね3番目に売れるんじゃないかなと、2番目は今日ないですけど村中幹線堂さんじゃないかなと、そこも赤系なんですね、赤と白なんですね。でここは赤とまあ紺との2色で、堺市から来て知らないと言ってきた西関堂さん、もうここはねもう本当もう赤しか使ってない、それも鮮やかな赤、もう紛れもない赤系パッケージで、ここは同じデザインのハーフサイズも出してます。同じデザインです。ですか。ここまでが赤系の5種類。次に小豆色系と、これは小豆で作る和菓子なんで、ほとんどの店も8割方は実は小豆色系です。ほとんどの店は小豆色系です。でその中で今日はねちょっとね特徴的なのを持ってきました。まずこれ、これ結構ね福井のスーパーにも売ってる勝山の寒山堂さん、これ何が特徴か知ってますよね。福井で最初にコーヒーを混ぜたっていう店です。コーヒー味ですから、これは味がちょっと違います。でコーヒーをね混ぜたのはこう寒山堂さんが最初で、鯖江に1軒ね実はあるんですよ。こちら、青雲堂さんの、これハーフパッケージしかないと思ってますけど、あのコーヒー味っていうのもあります。でこれのフルパッケージは同じデザインですけども、これフルパッケージで、これよく見るとこっち1色刷りなんですね、こっち2色刷りで、これまあ印刷業界の人から見るとすぐ単色機で印刷できるか、あの複色機でないとできないかでコストがだいぶ違います。それも含めて今日はねちょっとパッケージのハーフサイズのことについても話させていただきたいなと。でね、これね丸岡屋さんっていう、これも小豆色系ですけども、ここも同じデザインのハーフを出してます。で値段はその、あの今日のレジュメにも書いてありますけど、このパッケージに僕大好きなんですよ。小豆色系なのにこのパッケージ好きなのは、これねちょっとね手に取って見てもらわないといけないんですけど、細かいデザインが入ってるんですよ、そのこだわり、このこだわりこそがやっぱりね水羊羹の魅力の一つなんですね。グラデーションなんですよ、上だけグラデーション。そして今日あのここ阿蘇山で開催なんで、阿蘇山から近い店っていうのはまあ2軒あるんですね。アマト屋さんと、大壁さんっていうね、あのラメールっていう洋菓子もやってるとこで、今日はアマト屋さんへ行って仕入れてきました。ここはね結構ねあの、まあ、こだわりのお店でいろんなこだわりがあるんですけど、ここのね大きな特徴の一つは取扱説明書がでかくて漫画が書いてあるってことなんですよ。これあの10年ほど前の漫画に、あの天田屋の水羊羹が登場してるんですね。そこを許可取ってあのパッケージデザインに、これ蔵の宿っていう漫画に登場したと。最近はなんか福山雅治かなんか歌手の歌のに出てる福の音っていうお菓子があるっていうのが有名なんですけど、一応ここはあのこの小豆漬けのパッケージで、甘戸屋さんと。でまたこれね細かい話なんですけど、水羊羹って書いてあって中のこの乾燥防止シート、乾燥しないように必ず防止シートがかかってるか完全に輸送用のパッケージになってるんですけど、これはねコストの関係で同じやつが結構あります。あのこうやってオリジナルで作るところもあるし、あのそういう材料屋さんが持ってきたのをそのまま使ってるのもあるというのが、まあ現実的な話ですね。ということは蓋取ってしまえばもう分からなくなる、分からなる可能性があるので、今日食べ比べするときは蓋と取扱説明書とサジは同じ場所に置いておいて、あと向こうにあの小分け用の発泡スチロールの容器とあのサジもあの水羊羹専用スプーンというのを開発中の試作品をもらったのがあるんで、それを使ってあのここのパッケージはここに置いておいてほしいんですね。これを取って食べるという形で楽しんでいただきたいなということで、甘戸屋さん、これね聞いたんですよ、あの三上さんっていうんですね、お店の人の名前、なんで甘戸屋さんっていうんですかって、いや単純でした、甘戸辛戸で甘戸っていうふうに昨日言われました。でだいぶねお店の人ともね談議してくるんですけど、私の水羊羹買いに行って、もちろんスーパーで買う時もあるんですけど、あの作ってるところで
行って買うときは聞くことが2つあるんですね。何でしょう。和菓子屋さん行って、うん、これくださいとちょっとお尋ねしたいんですけどって何を聞くと思います。うん、他にも卸してるんですかとか。あ他にも卸してる。寺尾さんなんかあります。分かんないですね。分かんないですよね。あのこれは別にどうでもいいことなんですけど、うん、あのどのくらいの大きさの釜で炊くかっていうのを聞いてます。で、アマト屋さんは大体20枚で一つのやつだけど量によって変えてますというふうに言ってます。で、江川さんだけはねもう全然作り方が違うんで1000箱ずつ作るんですけど、あとのとこは大体ねちっちゃいとこだと6枚もうちっちゃい鍋でやります。で、僕がいろいろ聞いて歩くと大体ね40枚これを流すやつこれ40枚でワンセットで1回作ると。で在庫が入れになったらとか、あとあの何ですか大量注文があればもう一回やるとか。で鯖江のねここねアンカドさんの若旦那ともだいぶ話したんですけど、ここはあの3種類鍋があって一番大きいのだと45枚で小さいのだと20枚ぐらいのを使い分けてやっているというふうに言ってました。でもう一つ聞くんですよ和菓子屋さん行くと、まあ言いませんでしたっけ、どのくらいの鍋で炊くかって聞くでしょ、うん、もう一つ後取りいますかっていうのを聞くんですね。っていうのはねもう和菓子屋ってねもうはっきり言って衰退産業です。もう子供の数減るしもうまんじゅう巻きしないしね結婚してないから、うん、どんどん縮小産業で、うん、あの後取りのいない水羊羹屋は消えます。でそれをちょっと確認に聞いていくということですね。はい、さて最後個性派系、これね昔ね僕ねその竹って呼んでたんですね。だからあるブロガーが、いや福井の人は水岡に造形が深くて赤系、小豆色系、その他に分けているって書いたんですよ。うん、猛烈に抗議しまして、うん、その他じゃない、その他系だと、うん、赤でも小豆色でもない別の分野があるのに、うん、その他ってその他一般にするなんてもう許せないって怒ったんですよ。うん、でもね僕は反省したんですよ。うん、あその他系っていう名前がいけないなと、うん、それ以来個性派系と呼ぶようになりました。うん、でその個性派系で一番、まあ、私の好きなのがこの辰野さん。これよく見るとね雪降ってるんですね、この赤とか黄色の中に、うん、冬のお菓子なんで、うん、これはね水羊羹に限らず和菓子っていうのは郷土愛と季節感、うん、この2本が大事なんですよ。ですから冬しか作らなくていいんです、季節感のもんだから。だからパッケージデザインもこのように雪が降ったりとか、だいたいこうね、もう福井こんなはあの、うん、やつは阿諏訪山の隣のね宇佐越民家に行かないとないですけど、この季節感と郷土愛がこの和菓子の命なんですね。で、これ鯖江これ買いに行ってね大坊屋さんと話して「後どれいますか?」って言ったら「私です」って、まあ、40ぐらいの人だって、うん、その次の世代はまだあの育ってないというかまだ子供なんでどうなるか分からないと。ただあの子供もいたみたいなんで可能性はまだあると。うんうん、でアンカドさん、これねさっきねオープニングトークの前にもちょっと話したんですけど、よくね水羊羹とでっち羊羹は何が違うんだって言うんですけど、これね僕の今までの経験からすると実は違いないんですね。ただ名前が違うだけで、っていうのはこれフルサイズのアンカドさん、これ何て書いてあります？同じメーカーのハーフサイズ、これ何て書いてあります？すなわちどっちでもいいんです。ただねこれ分かりますかね、こっちは、うん、アンカド特選って書いてありますよね、うん、これ書いてないんですよ、うん、なんで書いてないかっていうと、これ汎用性の箱なんですね、うん、どのメーカーでも使えるやつで名前をシールで貼って使うやつを使ってると。でここが実は今日ねあのポイントで、こういうふうにほら同じパッケージを作るっていうのはそれだけコストかけてちゃんと作ってやってるハーフサイズなわけです。であのハーフサイズを作るのはやっぱりコストがかかるん で、うん、で作るのも、うん、例えば大きい試薬でいっぱい入れればフルサイズ、うん、でハーフサイズだと違う試薬にするとか、うん、入れるのめんどくさいんで1個でやりたい。だから辰野さんはこれしか作ってないです、うん、そういうメーカーもありますし、ハーフサイズっていうのを作ってるメーカーもあります。そこで、今アンカドさんに行って最後この柿屋さんという、これね色は小豆色じゃないですか、うん、でもこれ個性派系に分類してます、
窓がついてるんですね、これ。こんな個性的なのはここだけです、窓付きっていうのは。でここね、何種類も実は大きさも違うし、一個だけ味もあのコシアンじゃなくて粒が入ってるのも作ってて、すごく販売量も多くてアイデアマンで、いろんなスーパーに卸してます。でスーパーに卸すのはね、すごくね、あのリスクがあるっていうか、あの検品を許さないわけなんです。あの欠品、あの棚からなくなるっていうのをものすごく嫌がるわけです、スーパー、コンビニもそうですけど。だから無駄になってもいいからいっぱい作らざるを得ないんで、そういう意味ではちっちゃい和菓子屋はあの自宅、あの地元のスーパーにも卸したくないんですよ。だから大野行っても、じゃあ大野のスーパーに10種類ぐらい並んでるかって並んでないです。お店でしか売る分しかやっぱり正直作れないんですね。さっき言ったけど、どのくらいの大きさで作るかっていうのも含めて、すごくあの製造側から見て面倒くさいことがあるよという、全く味には関係ない話をこう延々するのが私文化愛好家の愛好家なんですね。でこれを食べ比べか、今から食べ比べるんですけども、必ず毎回ね、本日のお題っていうのを出してるんです。これ見てください。本日のお題、これ途中で一回切って皆さんに発表していただきますからね。今フルサイズとハーフサイズが売ってるじゃないですか。で皆さんが今水羊羹メーカーになったとして、新しいサイズを開発するとしたら、どんな大きさの、あるいはどんなパッケージのを作ってこの市場にカツを入れたいかというのを後で発表していただくと。わかりました。あの本日のお題はそれを考えながら、今日のこの15種類のお水羊羹を食べ比べていこうと思ってます。どうも皆さんありがとうございました。あの江川さんはなんか